2月4日にアメリカ上空で中国から飛行してきた気球が米軍のステルス戦闘機 F22 によって撃墜されたその後も10日にはアラスカ上空11日にはカナダ上空で飛行物体が撃墜されるなどこの問題をめぐって米中間の攻防が過熱しているアメリカ政府はスパイ気球と断定しているが中国側の本当の狙いとは何か 今回のザ・ファクトは元航空自衛官、川田誠二氏へのインタビューを通じて気球撃墜問題と中国の狙いに迫るあのフリップの方を見ていただきたいというふうに思うんですけれどもあのこれはですねアメリカの気象学者が、えー、上空の,この風を計算してシミュレーションした でございまして発見されたのは、えー、このアラスカの辺り、ですね、えー、ここで発見されてここから先はこう実際に飛んできた経路なんですけれども、えー、この地点にいる高度とか風の状況を考えるとですねどうもこれやっぱり中国から飛んできたに間違いないということが分かっていて、えー、この内モンゴルの近く辺りのところから飛ばしていたのではないかとでこれを見て驚きなのはですねこれ数日間かかっているんですけれども実はこれ、 日本列島の上空を飛んでいるんですよ。つまり、この時に日本政府や自衛隊は分かっていたのか、分からなかったのかわからなかもし分かったとしたら、なぜ何も言わなかったのかと。実はこれを見れば見るほどですね。色んな疑問が出てくるということでもあるわけですね。そして、アメリカの場合はこちらのかのアラスカで見つけました。けれども直ちに撃墜はしませんでした。そのまま放置をしてですねカナダを通ってアメリカに入り。 なおかつ約1週間かけてこの大西洋に抜けているんですけれども抜けた後で撃墜をしたとこのように斜めにですねこれ北西から南東に抜けていったという形を取ったというのが今回の経緯ですね。多分この気球はですねスパイ気球だともうアメリカ認定してます。で中国のスパイ気球であっていろんな軍事基地を視察し偵察してあったってことからもほぼ 事実として理解されているんですが、ただ上から見られても大したことなかったということも同時に米軍は掴んでいたというふうに思われますね。つまりですね、あの実は中国は人工衛星で上からこう遠征偵察しているんですけど、この衛星をですね、260ぐらい持っているというふうに言われています。で、これは分解能が10センチぐらいあって、つまり10センチ手法のものを理解見える。 あの判別できるぐらいの人工衛星をいっぱい持ってるんですよ。ということはあえて気球で空から見てもそんなに変わらないんじゃないかっていうふうに言われているのが一つとですね実は今回この気球がアラスカに入ってきてずっとアメリカを飛んでる間ですねアメリカのの偵察機がこれ高,高度飛べるものです多分気球の横や上からもこう気球周りをずっと見てですねでどういったものなのかでどういった電波を発したりどういったものを収集しているのかとかですね これ詳細にこれ調べているんですねでその結果、えー、これぐらいの偵察能力であれば人工衛星っていつも見られてるじゃないかというふうに、えー、偵察能力そのものに対しては大したことがないというふうに判断したんじゃないかと思われるのが一つですね。でもう一つは、えー、こういった電波のこう送受信している気球がしているものに対して妨害ができたんじゃないかと。つまり高度な能力を持っていたとしても十分妨害することで 通ららせてもそんなに機微なななにに問題いなないとうすね。で、むしろこれ実はこれですね数年前から中国がこの高高度の気球を軍事目的で使うという計画がアメリカの方でも認知されていてでそれが実際に飛んできた時にどのようなものなのかということを調べる良い機会だと判断した可能性があるんですよ。ですからあえて飛ばして、えー、じっくりと観察をする1週間の期間があったと。 いいうふううふにも考えられるということこですねなぜ気球をあえて使うのかっていうメリットがいくつかありまして一つはコストが安いってことこですね人工衛星を飛ばすのはすごくお金がかかりますから非常に安いコストで飛ばせるしその安いコストだったら撃墜されてもそんなに痛くはないぞといったことがまず一つあるということですね。 二つ目の気球そのものはこうビニールとかです、ね、ポリチェルとかそういったものでできていますからこれレーダーを当ててもあの通り抜けちゃって反射してこないんですつまり極めて見つかりにくいで一応そこにこう乾燥機器とかついてますから太陽光パネルとかこう金属部分は反射するんですが、まあ、それでもです、ね、非常に高いところにあ,のあるものをそのようにこう見つけるっていうのはやっぱりなかなか難しいらしいでですねからもう一つはレーダーダの特性で,ですね。 通常は飛行機を狙いますので速い速度でこう移動するものに対しては見つけやすいんですところが気球のようにほとんど止まっているような速度のものに対してはこうノイズがいっぱい発生しちゃうんでコンピューター上でフィルターにかけて見えないようにするはするんですよね。なので中国側としては気球を使うと見つからないかもしれないと。安くて見つからず <laughs>。 ともう一つはですねあの人工衛星っていうのは基本的に、あのー、上空を通り過ぎますので、うん、定点を常に観察観察,観察するっていうのは向かないんですよね。ま、うん、また戻ってくるまでしか見えない、うん、ところが気球は非常にゆっくり動きますのである程度の時間をずっと監視することができるというメリットも、あのー、ありますから、うん、その辺りこの気球と人工衛星を両方使うことで より一層かんあの偵察できるんじゃないかというふうに考えた節はありますよね <music> 一つは、えー、軍事的な必要性ですでもう一つは政治的な意図ですねこの二つがあると思いますまずこの軍事的な必要性という意味で見ますと、えー、これ6万フィートつまり1万8千メートルから2万メートルぐらいのところを危機が通っておりましてこの高さまで戦闘機が届くっていうのは実は あの普通の飛行機だとなかなか難しいですね。あの私もあの自衛隊の現役時代飛行機に乗っていたときに最高に上がった高度は四万五千フィート、つまり一万五千メートルぐらいでですね、二万メートルからまあちょっと五千メートルがあるんですよね。ところがこの四万五千フィートを飛んでいてもですね、空を見るとちょっとこう紅色がかかってます。で地球の水平線も少しこう丸みが掛か,かっていてですね、で、えー、左手側に例えばこう日本海が見えるとしたら。 右手側に太平洋が見えるっていう日本地図が見えるんですよねこれがもう4万5千フィートであってもこれぐらいの感じでして飛行機はって5万フィートぐらいまでしか上がれないことが多いですからやっぱり最高性能の飛行機を持ってこないと厳しかったっていう原因あの理由が一つあります。なおかつこの F22 からですね AIM−9X-Ray っていうミサイルを使ってるんですけどこのミサイルはですね レーダーダでで誘導してないなんです、ね、こうカメラがついていてこの画像を見て飛んんででいくんですねつまり気球はですねこうレーダーがスカッと通り抜けちゃってもしあのレーダーの電波で飛んでいくミサイルだったら外す可能性があったのでこうイメージを見てですね間違いなく当たるためにはこのミサイルを使うしかなかったというふうに指摘されて、えー、おりますから、まあ、そのために F22 が最適だったという軍事的な理由が一つありますね。 でもう一つ、この政治的なあの動機というのはです、ねまあ、あの米軍の方はこの気球の目的をスパイ衛星だと知っていて十分に観察したかったということで、まあ、あえて撃墜しないという軍事的な目的もあったんですけれどもただ、下から見ているアメリカ国民から見たら、ね、アメリカの上空を侵略されているのに何してんだという,です、ね、もう批判が鳴りあのやりまなかったわけですよね。 大々的にですね。撃墜シーンを見せた。で、最強の f22 を使って撃墜するところの映像を撮って全世界にばらまくことによって、アメリカは強いんだという姿勢をやっぱり見せることで、何とかこの批判を交わしたかったっていうこともあるかという風うに思いますね。そういう意味でパフォーマンスという意味においても、f22 を使うというのは非常にこう。政治的なメリットがあったとバイデン政権への批判を交わしたいといったことはあったかという風に思いますね。 あの偵察するためのセンサーですとか機器が発見されるつつありますまあ、スクールバス3台分ってこれあの直径60メートルぐらいあったそうですからまあ、かなり巨大な気球なんですけれどもそこにぶれ下がられていたその構造物っていうことそのものもかなり大きかったつまりいろんなセンサーですとかアンテナとかいろんなものを搭載してたんじゃないかというふうに思われるわけですね そうですね今回、この気球が大きな問題になった理由は米軍基地の上空を、まあ、長時間、えー、飛んだからだというふうに言われていまして、まあ、特にあの報道でよく出てきたのはです、ね、このモンタナ州のグレート・フォールズというところにあるこの基地ですねこれはあのアメリカの ICBM ・大陸間弾道ミサイルですねこの核ミサイルが格納されているサイロがこうあるところで、まあ、ここの情報を取ったんじゃないかと。 いったようなことでまあ騒がれたわけなんですが、まあこれ以外にいくつかの基地の上空を飛んでいて、こういったあの軍事情報を取っていたんじゃないかということをあの言われていました。ただこれが先ほど申し上げたように人工衛星でもある程度見れるので、ただ単にこう画像ですよね。カメラで何かを収集したっていうだけであればまあ十分でないだろうというふうに思われますから、何をしてたかということなんですが、もう一つ多分電波情報ですね。 えー、これを収集していたのではないかと、えー、具体的に言いますと、普通この防空ですよね。このアメリカなり日本なり守ろうとすると、えー、まあ敵のこうミサイルや飛行機が飛んできたときに、まずレーダーで発見をします。で、そのときにどのような電波で発見しようとするのか、捜索しているのかっていうことを知ってしまうとですね、今度はこの電波の性質に合わせた あの妨害電波を発することで見えないよううにしてしてまうことがでできるんですね、えー、そういったあのことをやるために、えー、どのような防空体制をとっているのかっていうことを中国が調べることでですねアメリカに侵入しやすくするこういった電波情報を取っていたのではないかっていうのもありますしそうするとこの次に来るのはどのように妨害するかと。 いったこの研究に使われるだろうということですね。これはですね、40年ぐらい前からこういった研究がなされていて、まあ論文のこ実はですね明らかにされているのは少ないんですよね。ですからどんなことが研究されているのかっていうのは、ごく一部のところしかわからないんですけれども、あの一つ明らかになっているのは、気球っていうのは軍事目的で使えるんだと。 えー、そして、えー、これをコントロールすることとができるんだとこの操縦可能な高高度を飛行する気球の研究というのがどうもなされているようでですねそれにはこの形状特に外側にどのような材質のものを使うのかとかですねこれを制御するためのシステムあるいはですねこの太陽光パネルや高いとこ飛びますとこう氷がつけますんでこの着氷をしないための防止するための技術は何かとかですね いろんなことを研究しているんですがこれらを組み合わせた論文の中身のものと同じものが実は2月4日に撃墜されたものを表しているんですよねまさしくこの論文の通りのことをやっているというふうに感じますねつまりこう戦略的な使い方の論文とそれを実現するためにどのような技術が必要なのかっていう科学的な技術的な論文こういったものが出ているようですね え、この議会の方はですね、今回特に下院議員、あの議会は共和党がこれ多数派を取ったり、あのしてますし。まあ、今日、あの民主党もそうなんですけれども、あの対中強硬派の人がすごく増えてるんですよね。で、今回も、あの下院議員で全会一致で、え、非難決議。中国に対する非難決議を出していますから、まあ、より一層中国に対する警戒感とかですね。この、まあ、敵愾心みたいなこと、これ燃え上がっていると。 いうふうに思いますので、これ基本的にですね、法案というのはすべてあの議会が出します。大統領には法律を作る権限がありません。ですからこれからあの対中強硬的なですね、法案がま出しやすくなって取りやすくなったということはこれあるんだろうというふうに思いますね。うん